腸活ダイエットの専門家佐藤澄香です。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康的で綺麗に痩せるための情報をお届けしています。ぜひチャンネル登録していただきましてお役立てくださいね。それでは今回のテーマはこちらです。飲むだけで脂肪を燃焼させる痩せるお茶についてです。では一つ目の項目です。なぜこのお茶を飲むと脂肪が燃焼して痩せることができるのかというその痩せるポイントを3つお伝えしていきますね。まず1つ目です。あなたの腸内環境を整えてくれるお茶だからなんですね。痩せるためにはどうすればよいと思いますか？それはやはり条件があるんですよね。その前提の条件があなたの腸内環境が整っているかいないかというね、ここがね分かれ道になっているんですよね。なのでもしあなたがもういろいろなダイエットを試してもなかなか痩せないとか逆に太ってしまったっていう時はあなたがお悪いんじゃないから大丈夫ですよ。あなたの腸内が悪いだけ、要するに腸内に住み着いているその腸内細菌のバランスが崩れてしまっているだけなんですね。逆に言えばそのバランスを整えてあげることができればあなたは痩せ体質になることができるんです。そのためにはやはり痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちを種類を増やしてそして元気に育てていつまでもあなたと共存、そのまま住み着いてくれる環境をいかにあなたが作ってあげれるかどうかがそのダイエットの鍵になってくるんですね。ではポイント2つ目です。代謝を促進してくれる効果があるからですね。やはり痩せるためには代謝が落ちている、代謝が悪いままだとなかなかやっぱりね痩せることってできないですよね。そして、まあ、残念ながら年齢とともにその代謝ってどんどん落ちていきます。そこをしっかりと底上げするために必要な成分が入っているお茶なんですね。そしてポイント3つ目です。脂肪の蓄積を抑えてくれるお茶になります。これも大事ですよ。やはりお食事をとりますと血糖値が上がって脂肪を溜め込んでしまうわけなんですけれども、そこをしっかりと抑え込んでくれることができたらどんどん脂肪を燃やしてもらってあなたは根本的な痩せ体質へと生まれ変わることができるんです。では2つ目の項目です。何をということで今回あなたにお伝えするこの脂肪燃焼効果の高いお茶というのはハーブティーです。しかもノンカフェインですから安心して召し上がっていただきたいと思います。でそれぞれそのハーブティーの中に含まれているその材料ですねが持つダイエット効果を詳しくお伝えしていきます。主に3つお伝えします。まず一番その材料に入っている量が多いのが生姜になります。ジンジャーですよね。でこの生姜は脂肪燃焼効果が高いです。どんどんあなたの体温を上げてくれて血行良くしてくれて結果代謝を上げてくれますから結果その脂肪燃焼効果が高くなるということなんですね。でまた血糖値の急上昇も抑えてくれる効果がありますよ。なので例えば血糖値が急上昇してしまうような白米であったりまたパンやパスタとかそれで小麦製品ですよね。要するに甘いもの、脂っこいもの、そういったのを召し上がる時にこの生姜とセットで取られますと血糖値がその間バッとね急上昇するのをぐっと生姜の効果が抑えてくれることになるんですね。でまたこちらとつながりますが体をとにかく温めてくれるのがこの生姜になります。私たち女性特に大事ですよ。いかがですか？もう最近どんどんね暑くなってきてもう今日もねこちら大分県別府市なんですけれど もう真夏日みたいな暑いです。もうクーラーもかけてます。ただこのクーラーっていうのがね実は冬よりも体を冷やしてしまう可能性が高いんですよ。いかがですか？こう職場で例えばガンガンエアコンが効いているとかですね、例えばご自分は平気なのにご主人やお子さんたちが暑がってもうママクーラー入れてよとかねないですか？よくわかります。そこを放っておきますとどんどんお体が冷えてしまって代謝が下がって太ってしまいますから、あなたが太っている原因の一つはもしかしたらお体を冷やしすぎているという可能性もありますよ。もちろん外からの外気のそういった環境もそうですし、もしかしたら暑くて冷たいものが多くなっていませんか？そうすると腸が冷えてしまってあなたはどんどん太っていく体質になってしまいますから、そこを気をつけていくために必要なこの生姜の効果を味方につけていけばいいと思います。そして最後です。デトックス効果が高いんですね。もうこれだけ体温を上げてくれますからどんどん
体の中に溜め込んでしまった余計なもの、毒素とか老廃物ですね、そういったものをもうどんどん外に出していくことで、あなたはすっきりとですね、やはり腸がきれいになって、どんどん善玉菌たちが暮らしやすい、もうね、もう豪邸ですよね、もうそんなお家を作ってあげるということが大事になってきます。はい、では次の材料はこちらです。レモングラスも入っています。あのレモングラスと聞くとね、なんかレモンの葉っぱかしらってね思う、あのイメージ作りやすいと思うんですけども、こちらはレモンとは関係なくてイネ科のハーブになります。あのレモンのような爽やかな香りがする、とってもね私も大好きなハーブの一つです。でこちらのレモングラスはですね、あなたのコレステロールを抑えてくれる効果があるんですよ。そしてデトックス効果も先ほどの生姜と一緒、老廃物を全部もう一掃してですね、もう大掃除してくれるわけですよね。そしてむくみの改善効果もあります。カリウムが入ってますから見た目もキュッとね絞ることができるんですね。そして次はレモンです。レモングラスのねレモンの香りがあるのにプラス加えてこうレモンまで入っています。とってもね爽やかで美味しいハーブティーになります。でレモンも実はですね、脂肪の吸収を抑えてくれる効果があります。フィトケミカルという成分ですね。でまた酸っぱいものってクエン酸効果が高いですから、あなたのその太ってしまう体質、体が酸性に傾いているのをキュッと弱アルカリ性に戻してくれる効果があります。でこの弱アルカリ性の体の中ですね、この弱アルカリ性の状態が一番腸がね元気に動くんですね。腸に限りません、臓器、内臓や体の機能ですよね、そういったお体の機能がもう最大限にマックスパフォーマンスを上げるっていう時に、やはりこの弱アルカリ性の時じゃないと働かないんですね。逆に酸性の状態が続きますと太りますし、もう何よりもあなたが病気になってしまうリスクが高くなりますから、あなたのその健康と美容のためにもぜひ弱アルカリ性を保つ工夫をされると良いと思います。その時に活躍するのが酸っぱいもの、まあ、レモン、まあ、梅干しとかね、リンゴ酢とかもそうなりますけども、とにかく酸っぱいものを上手にセットで食べるといいんですよね、まあ、飲むのも OK。 そしてビタミン C も豊富ですし、レモンもむくみ改善効果があります。はい、そして最後の材料は蜂蜜です。こちらはお好みで結構です。特にね甘くなくてもこの味好きっていう方はもうそのストレートで飲んでいただいても美味しいんですけれども、ちょっとねこうデザート感覚で甘みが欲しいなっていう時は、そこでね白砂糖なんて入れちゃダメですよ。せっかく痩せるお茶なのにそこに白砂糖入れてしまうと太りますから、白砂糖のような栄養が全部なくなってしまった精製されたその砂糖ですね、甘味料は NG です。また人工甘味料もおすすめしません。で私が腸活ダイエットの観点からおすすめの甘味料はやっぱりね蜂蜜なんですね。でこの蜂蜜ももちろん 100% のピュア蜂蜜、できれば国産のものがおすすめです。で蜂蜜ってすごいんですよ。適量取れば脂肪燃焼効果があるんですよ。逆に太らないんです。アミノ酸が豊富で、また腸内環境を整えてくれるオリゴ糖やグルコン酸も入ってます。あと実はポリフェノールも入ってますから、ここでもまた脂肪燃焼効果を上げる効果があるんですよね。そして何よりも栄養価が高い甘味料です。痩せるためには栄養不足だとダメですよ。いくら食べても栄養不足な方っていらっしゃるんですよね。そういった方はもう腸が汚れていて、食べても食べても消化と吸収ができなくって、結局栄養不足に陥ってしまって、結果痩せホルモンが作れないっていうその悪循環になっている方が多いので、やはり栄養もしっかりこういった蜂蜜で摂るっていうのも丸ということになります。では最後の項目3つ目です。どのようにということで、今回はあなたにおすすめの脂肪燃焼効果の高いハーブティーと、その作り方、おすすめレシピ、そして最後に飲む時の注意点ですね、この3つでお伝えしていきます。ぜひ最後までご覧くださいね。まず今回私が選んだのはこちらになります。こちらドイツのですね、あの老舗のハーブティーブランドでポンパドールさんのジンジャーレモンハーブティーになります。 100% ナチュラルということでね、本当に無添加なんですよ。原材料名です。ジンジャー、レモングラス、レモンピール、ここまでは先ほど何をのところでお伝えしましたよね、詳しく。さらにですね、レモンマートルやリコリスも入っていますが、原材料名の
書いてある順番が一番多く含まれているその成分になりますから、なんとこのジンジャーですね、51% 配合なんです。なのでこのお茶パックの半分の量がもうジンジャー、生姜だけでできているんですよね。これはですね、なかなかないです。生姜だけで半分もできているってお茶なかなかないので、なのでやっぱり生姜の効果で体が燃えやすくなって痩せる効果がアップするんですよね。もうポッカポカですよ。なので今からクーラーとかね、冷たい飲み物、食べ物でちょっと冷えちゃったなっていう時はですね、このお茶をホットで飲んでみてくださいね。すぐ痩せ体質にリセットしていきましょう。でこちらですね、いくつ入ってるかと言いますと、17.5g、 1.75g かける10袋入ってます。でこちらジンジャー&レモンということで、生姜とレモンが香る大人気のハーブティーです。蜂蜜、ジャム、砂糖、洋酒などを加えても美味しく召し上がれますと書いてあるんですが、私の痩せるための一押しのレシピがあります。それはこちらになります。あと見てくださいね、1人分です。こちらのハーブティー1袋、今回私はですねこちらカルディさんで見つけたので嬉しくなってね、まず購入したんですけども、このポンパドールさんのハーブティーシリーズたくさん他にもあるんですけども、これはね脂肪燃えるなと思ってもパッと一番手に取ったお茶になります。でこのティーバッグを1袋に対して熱湯、まあ、できれば天然水ですね、水道水なんかは使わないでください、を 200ml、 そしてその量に対してリンゴ酢です。こちら純リンゴ酢を選んでくださいね。 100% リンゴ果汁のみでできたリンゴ酢を使いましょう。大さじ、まあ、お好みで1/2から、そうですね、酸っぱいのがお好きな方は大さじ1ぐらい取ってもいいと思います。あとは純粋のピュア蜂蜜を大さじ1/2ですね。こちらも取りすぎてしまうとね、いくらあのダイエット効果があるとしてもカロリーがですねちょっとオーバーということになりますから、ここはいらない方はなしでも OK です。こちらでとってもね爽やかドリンクになりますから召し上がってみてくださいね。そして大切なお話です。注意ということで、今回このハーブティーを召し上がっていただく上で注意点があります。実はですね、レモングラスという先ほどのハーブはイネ科の植物ですよとお伝えしました。なのでイネ科のアレルギー体質の方は控えた方がいいと思います。もしくはその主治医のね、病院の先生にご相談されて飲まれるといいと思います。でまたこのレモングラスがですね、子宮の収縮作用がねやはりゼロではないんですよね。なので例えば生理中であったり妊娠中の方なんかはちょっと子宮がこうギュッとね収縮してしまうとトラブルになる可能性がありますから、そういった期間は控えられたら方がいいと思いますし、もしくは病院の先生にきちんとご相談した上で召し上がってみてくださいね。さあいかがだったでしょうか。今回は脂肪燃焼効果の高い生姜がメインに入った美味しいハーブティーをですね、私が今ハマっているハーブティーをお伝えしました。あなたの体質に合わせてあなたのペースで美味しく召し上がっていただきたいなと思います。でまた私が先ほどお伝えしたレシピはリンゴ酢を入れましたから、飲んでも1日2杯までにしましょうね。リンゴ酢も飲みすぎてしまっては NG ですから、量適量を守って美味しく召し上がって綺麗に痩せていっていただきたいと思います。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。